皆さん、こんにちは。戦国無双4の4回目の放送となります。今回は武田の将第4話、長篠の戦いをプレイします。相手は織田、徳川連合軍です。武田軍は果たして勝利できるのか？お楽しみに。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第4話、開幕です。では、やっていきたいと思います。今回は武田の将第4話、長篠の戦い、難易度5です。やっていきましょう。難易度普通でいこう。武田は三方ヶ原の地で徳川軍を一蹴、ついに上洛なるかと思われた。だが天は武田を見放した。間もなく信玄が病没、支柱を失った武田軍は上洛を中止せざるを得なかった。武田家は後継である勝頼に託された。彼は武田の武名を守らんと必死だった。勝頼は無謀を承知で徳川領長篠に攻める。真田兄弟をはじめとした配下もまた決死の覚悟で挑んだ。そんな決意を笑う者がいた。戦国の魔王織田信長。長篠の地は魔王の手によって地獄と化そうとしていた。武田の将、長篠の戦い。では、雪村でいきます。貫き通すは我が信念。相手、相方、パートナーは信行でいきます。真田の戦、共に示そう。こんなところで散りたくないよ。信玄公より受け継いだ魂で信長を討つ。たとえ武運拙く倒れても名のある将の死は残った武田の武士を鼓舞するだろう。花のごとくに散るべし。花のごとくに散るべし。そんな、死にたくないよ。信行もうんうんうなずいてる。参ったね、こりゃ。なんか雪村、そういう性格だったっけ。あれ、信行さんちょっとやばいね。では合戦情報全部書です。こんな感じですね。織田信長の方は、うわー、織田家がたくさんいるね。家康までいるね。では、勝利条件は信長の撃破、敗北条件は勝頼、信行、雪村、いずれかの敗戦ということで、やられないようにしよう。カイ君、長篠の戦いのイメージは？戦場の墓場。やだよー、死にたくないよー。親方様、もういない。だが我らには親方様より学んだ戦がある。はい、兄上、共に勝頼様をお守りし、武田を勝利に導きましょう。勝たないとね、本当に。信玄が果たせず終わった上洛の夢、何としても現実のものとせねば。三旗立てなし、昇乱あれ。戦国最強、武田騎馬隊、突撃せよ。最強ね。幻想を抱いて死に、武田を地獄へ案内せよ。ちょっとひどくないか、あの馬が。
わたるがこうも絶やせ。織田軍相手に騎馬突撃は通じない。信長公の首一つ、それで勝負は決まる。風のごとくに攻め上がり、信長を撃つ。信長の首だけを狙う雪村、何やってんだかな。2人とも行くしかないけど、簡単に1つくれちゃっても。信池に変えます。撃ち取ったり。あとは私に。なんじゃ。ごはー。織田の銃撃は凄まじい。柵を越えるには勢いが必要だ。ちょっとさ、ちょっとさ、危ない、当たると。危ない危ない危ない。あ、雪村いたんだ。体力減りすぎじゃね。神妙を閉す。ただそれだけのこと。モリラーモリラー、ピカピカって炙るよ。ここだよ。悪いな、ダンマル。よし、じゃあ、の、雪村に変えます。エロいですね、いいですね。たとえ親方様はいなくても、兄上と一緒ならば、負ける気はしません。燃やし尽くせ。ああ、お前は強い。私も兄として、恥ずかしくない戦士。敵将、撃ち取ったり。とりあえず2人倒して、視線を越え来たか。乱世の終わりを彩る兄弟か。開門。なんだ、予期してねば。ここで撤退だと。どういうこと。信長公、あと一歩というところで、今ぞ後期織田軍を追撃せよ。味方立てなしも騒乱あれ。いいのかいいのか。勝ちよりが動いた。まさしく信長様の読み通り。開門。読み通り。徳川家康や、勝頼様を狙うつもりか。だが私の上方様の教えがある。あ、土屋さんだ。わかりました。家康倒しましょう。静かなること林のごとし、将を忍ばせていたとは。さすが兄上。ならば私は家康公を討つ。じゃあ変えましょうか。新元公の戦略、風林火山、しっかり受け継がれているようですな。南西の砦で、どうも静かすぎる。行って確かめた方が良さそう。敵将、撃ち取ったり。行くよ。今日はあなたを守る将もいない。一個の物の不動士、あとは私勝負願う。なんかセレクトボタン押したから、ここで何が起こる。その神髄には至らぬようだ。あっちゃー、見つかってまった。あ、目ざといやつじゃろ。あー、秀吉がいたんだ。分かったよ。弟はこの手で守ってみせる。弟思いのいい子だね。もっと強くなれるように特訓ですか。わしは止まれねえ。体の戦、これに見よ。どうだ。月にはさせん。松屋は兄の鮮やかな身のこなし。わあ、びっくりした。
弱ーん。油断できないな。メネとヒゲシどっちも強いな。うはー、いや強いって。よし、秀吉倒した。ネネはなんとか、秀吉は倒せた。でも、体力がやばいよ。いや、ほんと強かったネネと秀吉が。いやいやいや、じゃあ買いまーす。じゃないや、イエス倒したぜ。いやー大変だった。武田の若き力見事だが、わしには生きてなすべきことが。花森さんが言う。何をしてもきのない。何のためだ。あ、大丈夫、兄弟。げ、やばいな。俺、こんなところで抜かったわ。おいおい、マジですか。これ忙しいな。勝頼様、信長公の撤退、勝頼様をおびき出す罠だ。勝頼様がいなくては戦えない。全軍撤退するぞ。わかりました。敗北条件変更。おやしつきせ。3人逃がしません。偉そうですみません。いや偉そうでいいよもう。あー強い、強いよ。援護すれば協力して敵を退けよう。わかりましたよ。長島氏が飛びガスやら取れてた。味方が押されている。ならば火のごとくに攻め、敵を退けてまいります。前田刑事までいる。忙しいな。あとは木村、また一人で危険な役目を。私も行く。主の敵に。よっと、稲積みたけどどこ行った。あ、行った行った行った。稲積さん、やめてね、やめてね、殺さないで。武将敵将撃ち取ったり。なんかいいこと言ってね。相手に敵将撃ち取ったり。戦の最中に恋愛要素もりもり、それはそれでいいと思います。なんとか態度。これに見よ。 OK。 さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。じゃあ前田刑事と戦いますか。嫌だけど行くよ。しんどいと思うけど前田刑事を倒してアイテムゲットしようか。行くよ。
強い気がするけど、頑張るか。待ってくれー、待って、今助けるから。忙しそうだね、カイ君。よし、倒した。よっしゃー、前田刑事に勝ったぞー。じゃあ、雪村に変えます。なんと素晴らしき戦果よ。敵は退けました。今のうちに撤退を。なんで官兵がいるんだ。退却地点で待ち受け、一網打尽に。へ、黒田官兵、これは、参りましたね。動かざるべく山の道し、わかりました。待って、先にナオトラミッションは、ミッションはいいや。雪村様、一段と燃えてるにゃ。おやしつけせ。これで少しは楽になるか。 OK。わかったわかったわかった、待って、行く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 。真田の戦、これに見よ。よし、完全を足止めしたぞ。アイテム使おうか。消そう。悪いな、勘弁。これも運命だと知ってくれ。しつけせ。強いな、一見だ。勝ちにこだわる必要はない。あとは私に上位勝負いたせ。勝利条件変更。わかった。じゃあ残りの敵倒しちゃう。バイエラン、逃がさずに済んでよかった。月にはさせん。よし、倒した。ここら辺的に倒した。あとは、あとはこの2人だけか。じゃあ協力して倒そう。あと2人倒せば全部勝負派だ。鮮やかな身のこなし。いえいえ、セーフでも尋常に勝負いたせ。じゃあ雪村買います。楽勝。真田の戦、これに見よ。それじゃあ砦に戻るとしますか。砦に入って終わります。終わったわ。
頼様がいて兄上がいる。武田はまだ終わりはしない。あー、これ昨今しかダメなんだ。どれくらいいくのかな。3万、すげえな。レベル9までいった、すげえ。はい、おお、いいじゃないですか。おお、なんだこのハテナっていうのは。おお、すげえ。よし、うむうむ、オッケー、どうも。勝頼様はご無事だろうか。はい、きっと。織田信長。なぜうぬらは何を望む。変わり続ける世に何を残す。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それでは、スタート。なんでしょう。この作品の織田信長、いろんな意味で危ないキャラクターな気がします。未来予知できるとか、普通に危ないおっさんにしか見えない、僕はそう思う。カイ君は織田信長について、どう思った？よくわかんない人だな、織田信長。カイ君、プレイして疲れているみたいだね。そんな時は、雨だよ、ほれ。うっほほい、雨ちゃんだ。本当、単純な解散ですね。とりあえず、武田の章は終了しましたね。この後の予定はあるのですか？次は関東の章をやろうと思う。北条だから、貝姫や早川殿が登場するよ。関東の章か。北条氏康や風魔小太郎も登場するはずだ。次回も楽しそうだね。次回もお楽しみにね。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。